ミコノス島は、エーゲ海中部、キクラデス諸島に属するギリシャ領の島。人口約6200人。エーゲ海の代表的な観光地の一つで、サントリーニ島と共に人気がある。風車が人気の観光スポット。ミコノス島は、キクラデス諸島北東部に位置し、シロス島から東へ約 35km、首都アテネから南東へ約 155km の距離にある。 ミコノス島の面積は86平方キロメートルで、標高は最高地点で364メートル。地質は主に河口岩。水源は少なく、海水の淡水化によって生活用水の需要に応えている。自治体としてのミコノスクには、ミコノスピアのほか、隣接するデロス島やリニア島などの小島省を含むが、そのほとんどは無人島である。ミコノス島の住民の多くは、 ミコノス島の西部の港町ミコノスに住む。このほか東部にあの名ラの町がある。紀元前11世紀初頭より、イオニア人が住み着いたとされている。フテリア海岸には、紀元前3000年前後の新石器時代のカレスの遺跡も発見されたとも伝えられている。ギリシア神話では、ゼウスとギガースの戦いの地として知られ、島の名は、アポローンの孫、ミコノスの名より取られたとされる。 古代では 2km に隣接している栄えた島、デロス島への農産物供給地及びデロス人の休息地として栄えたと考えられている。ビーチ今日では、ミコノス島は世界でも人気の高い有数の観光地、リゾート地で世界中より観光客が集まる。特に多くのバーやクラブでの豊かで様々なナイトライフが楽しめることで知られる。 8月になると多くのディスコがオープンする。特にパラダイスビーチのそばの洞窟内に位置するコボ、パラディーゾは世界的に有名なナイトクラブである。ゲイタウンとしても巧妙であり、街中を歩いている、洒落たゲイのカップルが多く見かけられる。またいくつかのビーチでは、ビーチの半分がゲイ専用とされている。また、白車の美しいビーチも人気である。 多くの有名人もここに別荘を構え、小道での散歩や高価なレストランでの食事をしているところが目撃される。ギリシャでも富裕層が家や別荘や所有する場所柄、土地や建物は大変高価である。過度なリゾート開発を防止するため、伝統的な建築を保存する地域も決められている。ミコノス県はカリクラティス改革に伴い、 広域自治体であったキクラデス県を分割して設置された行政区である。ミコノス県はミコノス市一市のみからなる。ミコノス市は南エーゲ地方ミコノス県に属する基礎自治体である。ミコノス島及びデロス島など付近の小島からなる。ミコノス市は以下の木の田から構成される。表中のデルタ。デルタはデルタイタミュータウイオタカッパ。 デルタイオタアルファミューロイオタシグマミューアルファの略であり、カポニストリアス改革による統廃合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。ありがとうございます。